ワットシーサケットワットシーサケットは、ラオスのビエンチャンにある仏教寺院。混流当時の様式を保っている点で、ビエンチャン最古である。1551年に、セーターティラーと王による混流と伝えられるビエンチャン最古の寺院である。現在の建物は、王国時代の1818 18年に建設されたもの。優美な大屋根が特徴のルアンパバーン様式に対し、 本堂を取り囲むように広縁風のベランダを持つ、ビエンチャン様式である。ランサーン王国が分裂した18世紀以後、ラオスでは度重なる戦火に見舞われたために、貴重な歴史的建造物の多くが破壊されたが、この寺院は建立当時の原型をとどめており、価値が高い。1837年の法族の反乱により、収蔵品の多くが略奪された。 本堂内には2052体に及ぶ仏像が並び、壮観である。また回廊には3420の小さな穴が掘られ、それぞれに2体ずつの仏像が安置される。ほとんどは度重なる戦いによって、眼球として、はめ込まれていた宝石や、頭部の装飾用の金細工などが持ち去られている。ラーンサーン通りに面した山荘の建物は包体、であり、 重要な物典などが記された木管などが保管されている。1824年には、アヌ王と民衆が歴史的価値のあるカバン及び文献などを包帯に封建し、これを記念するパレードが取り行われ、寺院と王宮の間を3日3番練り歩いたという。すぐ、南向いにはワット・ホーパケオがある。本堂内は撮影禁止。ありがとうございます。